エリーザベト・アマーリア・マグラレーネ・フォン、ヘッセン・ダルムシュタットは、プファルツ選帝公、フィリップ・ビルヘルムの二番目の日。ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク・ゲオルク二世とその妻で、ザクセン選帝公、ヨハン・ゲオルク一世の娘であるゾフィー・エレオノーレの間に生まれた。エリーザベト・アマーリアは母親によって、厳格なルター派教育を受けた。エリーザベト・アマーリアは、明るい金髪を持つ美しい女性で、 この金髪は何人かの娘たちにも受け継がれた。1653年9月3日、エリーザベト・アマーリアは、ランゲン・シュバルバフ派において、20歳年上の、プファルツ・ノイブルク公フィリップ・ビルヘルムと結婚した。フィリップ・ビルヘルムは1685年に、プファルツ選定公となる。1653年11月1日、エリーザベトは、 ケルン大司教マクシュミリアン・ハインリヒ・ホンバイエルンの立ち会いのもと夫の修士であるローマ・カトリックに改修した。エリーザベトとフィリップ・ビルヘルムの37年にわたる結婚生活は非常に幸福なものだったと言われ、先定校夫妻はに27人の子女を設けた。夫妻は結婚当初はデュッセルドルフで暮らし、同市に教会や修道院を建設した。後に、 夫妻は、ノイブルク・アンデアドナウに移り、エリーザベト・アマーリアは、夫の死後20年の家生活の後に亡くなった。エリーザベト・アマーリアは、他産で23回の妊娠を経験し、救難8女の17人の子女を出産した。ありがとうございます。